皆さんこんにちは、まなきれいかです。私自身女スパイという役柄は初めてですし、本当にまたハリといえばファムファタールと言われるようなとても魅力的な女性ですけれども、それをどう演じようか今は緊張の方が大きいんですけれども、とても挑戦になると思うので、私自身精一杯努めてまいりたいと思います。私はやはり韓国版のまたハリのミュージカルの楽曲が素晴らしいっていうのがもう一番印象的で、そして私が今までこう演じてきて感じたことのない、なんでしょう、蛇のような、なんかゾワッとするような、そういう感覚をこう撮影しながらも感じたので、難しいだろうな、このマタハリという役という、今はまだそこまでしか言えないんですけれども、でも本当にこうマタハリのスパイの部分と、でも一人の女性としての部分がこう描かれているというふうに聞いているので、そこをどういうふうに演じようかなって思いながら撮影してました。ワイルドホーンさん の音楽が本当に素晴らしくてですね、それをどういうふうに私も表現できるかなと今からドキドキしているんですけれども、その音楽に助けてもらいながら、またハリという女性を精一杯演じたいなと思っています。作品自体もとてもこう、何でしょう、心揺さぶられる音楽もそうですし作品となっておりますので、ぜひ皆様劇場に足をお運びください。お待ちしております。